どうも、わしずです。黒子でございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、検証300回記念ということで、皆様にですね、黒子の予言の概要と、えっと実際ね、ご利用になっている方の、まあどんだけ買ってるよとかね、そうですね。え、そのような情報をね、皆さん当然知りたいと思いますので、そこら辺をね説明したいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。 まずですね、クロコネオゲンの説明からさせていただきますけれども、クロコネオゲンというのは、いわゆる事前配信、事前配信、つまり、例えばもう今日終わったんですけど、17時ぐらいに、配信、皆さんに、会員の皆様に、僕が LINE でぶわっと配信します。で、何時、きょ何の、だから17時に配信したものは、今日の、今夜の。 えー、例えば22時とか21時とかにこの試合がありますと、はいね、この試合の、えーまあ、勝者はこっちでしょうというような、はい、まあ要は予言ですよね毎日してるっていうことですね。なので、まああのー、この試合を選んで頂くまあ選ぶ,選ぶのは黒子ちゃんなんですけど、はい、そう、ね、やっていただければ、はい、まあ勝率は多分上がります。 なんでかっていうと、テニスの試合っていうのは、1日約260試合ぐらいあるんですよ、毎日毎日、それぐらいあるんですね、その中から、勝てる試合、選べますかって話なんですよねもちろんね、慣れた方は選べると思うんですけど、また始めたばっかりとか、あんまちょっと勝ってないなとかいう方は、要はその試合精査自体が、そもそもちょっとつまずいちゃってる。 可能性があります可能性があるなのでそこをクロコちゃんがスッとスッと手を差し伸べるっていうねこれありますこんなんどうでしょうかただしクロコちゃんも神様じゃないんで外すこともあるんですよ外すこともあるんですねでもここからがこのクロコの予言の真骨頂なんですけどクロコちゃんが外してもベッドに勝てる っていう手法をクロコニョゲンではお伝えしております。そうですね。これはいいですね。すごいですね。ちょっと風意味で申し訳ないです。まだ感じしてます。までも良くなった方なんですね。そうですね。はい。なのであのこれはどうやってじゃそれをね皆様にお伝えしてるかというと動画をもうどんどん撮って皆様にどんどんお送りしている状態なんですね。だから入っていただければまああのまあた 多分最初1回ずつのお試しだと思うんですけど、はい、それも同じように、えーはい、全部配信しますし、すね、その間、そのね、実際その配信している動画は全て同じように配信させていただきます。これは何を配信しているかというと、はい、まあいわゆるその振り返り動画というのがまず1個目。何かとと言いますと 黒子ちゃんが選びましたそのスコア、要は成績ですを、ねはい、一から全部拾ったもの、データを皆さんにお見せしてはい、はいね、実際、じゃあどこでベッドするのが正しかったのかとかキャッシュアウトはここだったんじゃないでしょうかとかそれを全部話してるんですよ。これを聞いていただくだけで、はい、見ていただくだけで、はい、もうスキルは上がります。はい 確実に上がりますなぜで,、ねはい、でかっていうと、もう当然、終わったものを、はい、ここでしょうっていう,もう条件があるわけですよ、はい、僕らのコミュニティでまで、あ、基本となる条件がありますんで、それをやちゃんと守っていただけるばね。はいもう あんま負けないと思います。はい。私たちの感覚で全部お話ししてるんで、はい。はい。それ聞いていただいて、そうですね。間違いないですね。それは非常に大切なこの振り返り動画ってやつが一個ありまして、はい。で、ここ最近また始めた新しいシリーズ、はい。なんでしたっけ？あなたならどうする？と、ありがとうございます。ふざけたタイトルなんですけど、これ何かって言いますと、あの、お題を出します。はい。ね、え。 何位対何位、誰対誰でこの場合、じゃこのオッズを取りに行くにはどこのタイミングがベストでしょうかっていうのを皆様に問いかけします。クイズ形式で。クイズ形式で。皆さんは考えていただいて僕らは僕ならなりの検証を一人一人します。だから皆様はその会員様と僕らの中で開きがあればそこを埋めていただければ当然スキル上がってきますので。このね 新シリーズがね非常にいいと思いますはいこれまた一つこれ新しいですね新しいですまだ本しかってないですもこれは結構手応えを勝手に感じてるこれはほっといいと思いますなかなかこういうコミュニティないないと思いますね正直ないですよだってもうリアルな話ですからねはいお客さんからは会員様からはここでキャッシュアウトしたんですけど間違ってるでしょうかといろいろ来るわけですよそれを皆様にシェアするわけですよはいこれはいいっすよね あの、やっぱ、皆さん、やっぱ、つまずくところ、同じ。同じ、同じ。そう。そうなんですよ。で、それを、やっぱ、言えないでいる会員さんとかも、やっぱり、いたりするんで、そこを、やっぱ、こう、みんなで共有して。そうですね。ね。あの、その。イメージ的には、すごい、ハートフルだと思いますよ。あ、そうですね。なんか、アットホームな感じ。ホームな感じだと思いますトホームですよ。なんか、ガリガリしてるかといえば、まあ、してる時もあるけどもちょっと、たまに、こう、ほわっとした、なんか。そう、そう、そう。なんですか。なんか、いろいろ、ね、早瀬さんが、お絵かきしたりとか。 しますよ、お絵描き。ライブとかやってますしね、そういったのもやりながら、セミナーもやったりとか、そうやってますからね。なんで、いかに皆さんと関われるかということですね。なるべく近づこう、近づこうとしてますんでね、皆さんが離れていかない限り、どんどん近づいてきますんで、これが僕らの目指すところであるんですね。 結果報告をだける方がもう増えましたね増えましためっちゃ増えましたで頂いてる方はもれなくやっぱり上がっていってますんではい間違いないですねこれも当たり前なんですよねはいやっぱりそのやった結果を今日もいっぱい来てましたねあ、来てました年収3000万男からもだきましたねはいだきましたはいあごさんあごさんからもいただきましてさすがですねやっぱさすがっていうとこですかねはい でもああいうてちゃんとしていただけるともうやっぱりね絶対上がってきますんででまあまあこんな感じで黒子のゲート毎日何かしら配信してますんでやってますでまだまさに今日はい今日あの朝からねはい朝六時からあ六時から黒子ちゃんからアイラインが来るわけですはいねたいなかねはいはいかだねこの時黒子ちゃんもういいや 何か乗ったら、あれね、ゲリラ予言っていうのをやってます。ゲリラ予告か。ゲリラ予言。ゲリラ予言っていうのをやってます。何かと言いますと、まあさっきは話しました。毎日必ずこの予言っていうのは17時から配信していますけども、プラスアルファね、事前で、黒子ちゃんこれやっぱいけるわっていうのがあるんですよね。それを もうぶわっと皆さんに一気に配信します。はい。いきなりいきなり配信します。でその一時間後とか三十分後にその試合は始まります。はいはい。これがゲリラ予言です。ゲリラ予言です。はい。今日もゲリラ予言実は朝ありまして三試合予言して三試合とも全勝でした。全勝でした。なので今日の結果皆さんすごかったですね。はい。朝から朝から稼いでます皆さん。朝の八時の皆さんからうわあってきましたね。ありがとうございましたみたいな 一桁台の方はもちろん一試合しかしなかったら一桁の方もいますし6%勝ちました日時6%から60何朝から60何どうですか今日はもうやめますでしょうねって朝からそんだけ取っても1日ゆっくり過ごすっていうねだって1万円もしベッドしてたら1万6000円返ってくるそ万1500円返ってくるわけですよ。 1日の利益も6900円確定してるわけですよ。やらなくていいですよね。よくないですかそれが朝会社行く前に終わっちゃうどうすあ今はね、たまたまそういうね朝の時間帯でやってますけどもちょっと前は夜でもあるし早朝もあったね早朝ありました4時とか5時とかねあるし昼間もあるしいつ来るかわからないゲリラは。ゲリラだから 最近ちょっとゲリラじゃないものが予定調達っぽくなってでもまあゲリラはゲリラゲリラゲリゲリラこれもね活用していただければさっき言ったようにこのクロコチュジが外しても勝てる手法を教えしてますんで勝てるんですよ勝てちゃうんですよ勝てちゃうんだなそうですねでまあじゃあどれだけ勝ててるのかとか気になると思いますけどもそれについてちょっと触れていきたいと思いますが えー、この「黒子の予言」のコミュニティの中で、はい、僕らが知り得る限り、はい、一番勝ってる人は、はい、まあ年収100万超えてますよね、はい、利益で超えてます1日3万から6万ぐらいかな勝ってます、はい、毎日、はい、どうですか月収100万です月収100万超えてます えー、しかも手取りですね。手取りです。はい、ですブックメーカーだけで。はい、どうですか？すか <laughs> 顔出し不要。不要。名前もいらない。はい、ブログいらない。はい、いらない。ね、集客いらない。はい、こんな動画撮らなくていい。はい、ね、タップだけ。その人のスマホだけです。で,す、はいでえー、月収が100万超えてます。はい これはすごいですねすばらしいですねでこの方ももちろんあの結果を刻んでいたそうですねはいまあさすがだなとそうですね。どうですかねはい。一番稼つけてる人はその方ではい。あとはもう普通に日理で言うとどうし道うもう普通に何本も結構。多いんすよほんとにどんなもちょっと平均取ってないから何とも言えないですけどもう皆さんから頂いてどんなもんだ六十とか。 ああ、もうそんな感じですね。日ですよ。日ですよ。一日一日の利益が二二十パーから六十パーぐらいまでですね。うん、そこら辺が結構多いですね。うん、多い。な、そのあのまあ百万超えてる人達は抜けてますんで。はい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 。でも近い行く人も多分出てくるでしょうね。出てでしょうね。間違いないと思いますよ。このまま行くと多分出てくると思います。だから何何ヶ月で百万でしたとか関係ない。もう毎月百万買ってますこの人。はい。ね、どうですか？ しかもなんかあの私の予言をもとにベッドしていただいてだ今までもやってたんだけど黒子の,の予言に入っていただいてこの前に嬉しいことをいただいたんですよベッドだけが一応目的で入っていただいたんですね予言をメインで入っていただいて確かにその活用していただいて、うん、6分の1ぐらいになったとっいうんですよ6分の1スピード感が。 今まで結果を出してたのは要は自分で全部精査してご自分で全部やってたのがクロクちゃんがポンと送ってくれるんでそれを活用すれば勝てるわけなんでもう本当にそれぐらい早くなったって結果出るのに。で実はこの前 LINE その方から頂いて最初はそのつもりで入ったんだけど実は一番のこのんていうかなメインのんていうかなメリットはそこじゃなかったと。違った。 それなんで僕に言わないですかそれ早く言うの忘れたね。なんで。違ったらしいですよね。何かというとやっぱりね、さっきちょっと冒頭話したように、そのこのコミュニティの一体感、これが一番自分を今支えてるっていう風に言ってくれますね。だから僕らもちゃんと問いかけしますし、いただいたらちゃんと僕らは百二十パーセントお返しますから、ほっとくと絶対ないんで。ないですね。どんな質問でも全部お返しますから。 なのでそれがすごく一人じゃない感、うん。ああなるほど。一人でやってるのはきついってやっぱり。はいはいはい、はい、この方も前は一人でやられてたんですけど、今こうやってコミュニティに入っていただいてるんで、うん、もちろん僕ら一緒じゃないですか。はい,はいはいはい。気持ちは。はい,はい。はい、で,で、ね、今度まあ、まあ、あの関東でセミナー僕ら東京進出しますんで。はい、ね、<笑><笑>進出進出って言うんですか。なるほど。 出張ですけど、出張しますけど、その時に来ていただけるんですね、そうやって本当に実際、ガチであったりとか、全然できるわけですよまたここの事務所来ていただいたりとか、あいいことばっかり言ってますけど、実際、本当にそういうふうになるように、努力をさせていただいてますので、そんな感じですかね。 ああとは何かかるなそれとあとさっき言ったちょっと一体感というところから僕たちイベントごとやってますそうこの前は四大大会してでっかい大会あるんですけどその大きい大会の男子の優勝者と女子の優勝者を送ってもらって予想していただいて当たった方にはなんとこの前は博多の明太子を皆さんにもれなく。 全員に当たった方全員に送らさせていただきました。はい。で、皆さん、あのご飯の上に乗っかった麺ってしそうな麺みたの写真をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったらしいです。で,すね、でしょうねと思ってです、ね。で、次はいつですかまあ、今度あるんですけど、<う>まあ、それも今度やろうかなという話で。うん、ですね。まあ、そんなことでイベントごともそのテニスを絡めた。そうですね。<laughs> ちょっと別途で違うやつ。これね、多分ね、えっ、ー、と、8月のお盆に。 さん発売されるんでそこから1か月なんでギリギリ届かない届かないか全米ああ、今度ね全米オープンっていうのが1年間の最終一番大きな大会の最後の大会なんですよこの大会ももちろん僕ら男子優勝者女子優勝者会員の方に限り当てた方には何かしらお送りするっていうふうにしてますんで US オープン US オープンお待ちしました ですね。はい、そうですね。入ってますね。は<っ>入ってる。あ、入ってる。あ、じゃあ、これ。入ってる。あの、ご購入の方は。間違えるか。合ってるよね。あってます。あの、お盆からです、ね。九月。九月の半ばまでですよね。そう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 。九月の九日最終日なんで。ああ入ってます。 あのこれご購入いただいた方は、これ、参加できますかぜひしてください、名前書くだけ、男子優勝誰、女子優勝誰、書いて送っていただければ、最終、全米オープンのファイナリスト、決勝戦まで行って、残ってれば、ドキドキしますね、必ず僕ら、お送りしますんで、まあまあなものをお送りしますんで、前回のウィンブルドンもやったんですけど、前回は大波乱のウィンブルドンで、誰も該当者はいなかった。 持ち越しです。持ち越しです。持ち越しなので、ちょっといいものを考えますね。今年最後ですね。はい。っていうイベントもやってます。はい、あのもう一端間をね、なんとかこう出しながらまあ楽しみながらベットしていただいて、そうですね。僕らのアホっぷりも見ていただいて、そうですね。で僕らあのこの本当にテニスを始めました。始めた。始めた。好きすぎて。はい。 好きすぎてテニス始めましたきょうも行ってきましたこの2人の対決の予言そのそれもしていただくことも可能かと思いますので何かしらイベントを打ってきますのででも勝てるこれが一番なんでそう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 そえそう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 にうそ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 うこうそうそはそう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 うそ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 う 300回記念ということでぜひともですね皆様とお近づきになれてですね一緒に楽しめればいいなと思っておりますそしてまあ何何もブログとか何もいらなくてもね月収100万の人は実際いるんですいるんですこの会にいるんですねだからまそこまでいかなくてもいや30万でもと思えばいけますよそう3分の1ですからね分のですはい頑張りましょう頑張りましょう ということで、えー、今回ですね。はいえー、これいいのかな。はい、そうですね。なんか言い残すことないですか。言い残すこ特にありません。<laughs> はいはい <laughs> ということで最後はね皆さん見ていただきまして <laughs> ありがとうございました。